第5章ゆんべのことをもっと詳しく聞こうか銭形平次は旗色が悪くなるとかえって落ち着き払います宵のうちはよろずやさんとわしと先松親分と3人で2,500両の金箱を見張っておりましたでもよろずやさんは 恐ろしい眠がり屋で、退職から居眠りをしておりますし、足も疲れきっておりましたから、つい居眠りぐらいはしたことでしょう。一番達者なのは先松で、最も夜と昼と取り違えたような、身持ちの良くない男ですから、眠くないのも無理はありませんが、そんなに眠いなら、向こうへ行って床の中に入って存分に眠るがいい。ここの見張りは俺一人でたくさんだ。 ご本尊の宝山様も守っていることだからと申します。先松も信徒だったのか。そりゃあもう恐ろしいほどの孤利用で2500両の金だってゆすったり脅かしたり安山工中の人たちを嫌がらせて半分は先松が集めたようなものです。でそれから そう言われると、先松に任せても差し支えはあるまいと思い、よろずやさんを誘って、わしと二人はも屋の方へ引き取りました。その時、わしはもう一度、庭へ降りて念のために表裏の軌道を調べましたが、よく閉まっていて、何の間違いもなく、内中の閉まりも変わりのないことを見定めて、しばらくして、縁側からおかみさんの部屋に声をかけ、よろずやさんと一緒に、 自分の部屋に敷き取って休んでも構わないでしょうか先松親分はこう言うがと申しますと構わないだろうとも朝までゆっくり休むがよいこれが昔日本橋で繁盛していた頃の酒田屋なら二千両や三千両の金に心配もしないだろうがお前も随分気が小さくなったねと笑われました平は、 黙ってその先を促しますわしも妙な心持ちになってしばらく縁側に立ったままお話をしておりましたが障子の中ではおかみさんが寝巻きとお着替えをしている様子なので開けて入るわけにもいかず「時刻は?」「ちょうど三円山増上寺の9つの鐘が鳴り始めた時」「ではおやすみなさいと申し上げてわしの部屋へ 引き取りましたすると障子の中からおかみさんが「あれは9つだね」と追っかけるように言っておりましたそれから9つの鐘が鳴り終わった時おかみさんが大きな声で「先松は飲んでいるから火の用心が悪い今夜は事のほかあったかいからあの火鉢を縁側に出しておくれ」とご自分の部屋から声をかけましたので「日替えが済んで」 床の中へ潜り込んだばかりのわしが飛び起きて長い廊下の先の離れへ入ってみるとあの有様で。美濃吉はその時の驚きと恐れを思い出したらしくしばらく絶句して後先の記憶を整えます。宗吉は首筋に合い口を突っ立てて死んでおり部屋の中の手習い机の上に載せておいた2,500両の鐘は煙のように消えてなくなってしまいました。 金はどんなものに入っていた本式の千両箱をこしらえたわけではございません酒田屋に昔からあった小型の銭箱を3つ持ち出して6 7百0 0両ずつ入れておきましたところで酒田屋の新証はどうだ平地の問いは唐突で無礼なものでした猪之吉の顔には一瞬激しい怒りが湧き上がりましたが精一杯押し沈めて 昔のようには参りません。正直に申し上げると苦しいやりくりでございますが、まさか神仏の者のにまで目をつけるようなことはございません。と少し突っかかり気味に言い放ちます。気を悪くしねえでくれ。念のために聞いたんだから。よろずやは四十おめえと一緒にいたことだろうな。あの人は年にも格好にも似ずとんだ臆病でちょっとのままを 足から離れませんでした現に縁側で障子の外からおかみさんと話している間も縁側の向こうから見ていたほどで身の基地から聞くことはこれで全部になりましたおかみさんに会ってみようか八おめえは近所の噂を集めてくれえ張り切って飛んでゆく八五郎の後ろ姿を眺めながら平次は長い廊下を静かに母屋へ入って行きます 第6章廊下の尽きたところすなわち母屋のとっつきはおみのおもんの部屋でしたまあ銭形の親分さんさっきは飛んだところをお目にかけました私としたことがすっかり取り乱してしまって。とおうは 決まり悪そうに平時を迎えるのです小に整った六条たしなみの兄弟が一つ目にしみるような赤い座布団そして女将の地味な青い合わせが不思議な美しい調和を醸し出して「うらさびた中の生めかしさですこう相対していると」と目標の精悍な美しさは隠れてただ平凡で温当な女将。 寂しく静かでさえある大戸島に過ぎませんが、何か物を言わせたり、感情の激しい動きなどがあると、思いもよらぬ、声援な美しさを見せる女でした。あの、法文祭という主言者は、どんな人ですかえ、おかみさん。平地の問いは、妙なところから始まります。さあ、遠慮なく言ってもらえてんだが、 私の口からは申し上げかねますがでも昨夜も金の見張りをしながらあの離れへ泊まるとおっしゃって聞きませんでしたが一度懲りたことがあってお断りしましたそれがかえって悪かったのでございましょうあの方を止めて私の方が娘と一緒に逃げ出せば間違いはなかったのですがおそらくあの修験者はお上の美食に引き寄せられて 明かりに迷ってくる集会な昆虫のように夜中にのこのこ這い出してきたことでしょう。そうしてそれがオカミの進行にどんなに響いたことか、そこまでは平時にもわかりません。娘さんというとおしんといって十六になります。ゆくゆくは実の父と一緒にする約束になっておりますが、まだ若すぎることでもあり。 昨夜のような時は間違いがあるといけませんので麻布の親類へやって止めてもらいましたそれは母親としては誠に懸命な処置らしく見えます法雲祭は撃退しても喧嘩の先松などは若い娘と同じ屋根の下には置きたくない人柄ですところでゆんべのことをもう一度繰り返して聞きてんだが私は 四つ前にこの部屋に引き上げましたがよろずやさんと美乃吉は九つ近くまで離れにおりました二人が後を先松親分に任せてその縁側から私に声をかけたのはちょうど九つでした増上寺の九つの鐘が鳴り始めると美乃吉は驚いて自分の部屋へ行ったようでしたが 鐘が鳴りしまいになった時私はふと離れの火鉢のことを思い出し女の私が寝巻き姿でも参られませんので一つ置いて先の部屋に休んでいる身の吉に声をかけ行ってみてもらいます」と「お紋は固唾をのみます」「反り落とした青い眉が潜んで酸っぱいような口元がバカにあだっぽく見えます」平時はおの部屋を出ると 次次から次へと部屋を覗きました娘のおしんは母親と同じ部屋に寝ているらしく次の四畳半にはタンスや手回りの品があるだけ廊下を隔てて美の吉の部屋そこには昨夜よろずや次郎兵衛も泊まったはずです小僧の雄太郎はその隣の二畳お勝手の次の三畳には下女のお直が休んでいるはずですがざっと見たところで 三つの銭箱に入れた2500両の大金などを隠している様子もありませんまもなく八五郎が帰ってきた様子です離れを覗いて親分の平次がいないと見ると法運細胞と何かひどくやり合っているらしく罵りめく声が筒抜けに聞こえます